ザス・エクソです。本日はこちらの商品、高層のミニ3デジタルメーターっていうのをエクソのに取り付けていきたいかなと思っております。 Ladies and gentlemen、 でこちらの商品なんですけども、電圧と気温と時計の機能がついてるってことでミニ3っていう名前がついてるんですけども、まあ、電圧計今までこちらですね、 X4 にもう取り外してるんですけども、この高層のボルトメーターっていうのを普通に電圧だけ測れるのをつけてたんですけども、この前レギュレーターアクチュエーターですね、交換した際にはたと気づいて、そういえば電圧測ってるんですけども、この電圧計なんですけども2本しか配線出てないんですね、プラスとマイナスっていうこと でそうするとバッテリーに直でつなぐとずっと電気かかりっぱなしで、まあ、バッテリー上がってしまうっていう状態になってしまうので、アクセサリーの方の電源電圧を測るっていう形になってしまっているっていうのを、まあ、気がついて電圧調べたら、やっぱりバッテリー電圧とアクセサリー電圧やっぱ違うんですよね。ちゃんとバッテリー電圧を測りたいなっていうことで、今回このミニ3の方を手に入れてみました。私が今まで使ってたのが酵素っていうメーカーのものだったし、こちら時計機能もついてるっていうのがあるので、まあちょっとこの商品惹かれる部分があったので、こちらの方を、まあ、買いました。で、そうですね、早速開けていきたいかなと思います。こちらが本体ですね。で、本体につながってるコードがあって、あ、これが多分温度計になるんですよね、多分。で、こっちが配線があって、3本線分かれてるんで、バッテリーの、アースのアクセサリーっていう風になるんじゃないかなと思います。配線割り込ませるためのタップですね。で、あとは保証書がついての、よし、これが説明書とステッカーが入ってますね。で、まあ、ちょっと後で設定をいろいろやってみようかなと思うんですけども、どうも最低低電圧警告設定っていう、まあ、低電圧になったら点滅したりするっていうようなことになってるみたいなんですけども、低電圧の設定値も変更できるようです。これはなかなかいい機能なんじゃないかなと思いますけども、じゃあ実際に車体に取り付けてどういう風な動きになるかっていうのを試していきたいと思います。取り付け完了です。比較のために今まで付いてた電圧計も取り付けてます。じゃあスイッチ入れていきます。12V と表示してる、バッテリー電圧 12V とかな。ちょっとこちらテスターで測ってみますと 12.17、 こっちが12か、 0.2V ぐらい低いような感じですね。じゃあ一回電池にかけてみます。電圧計の方がレスポンスがいいみたいで、少し置いてかれるような感じがするんですけど、まあ、でバッテリー電圧とかちょい高めでは出てますね。そうですね、やっぱりバッテリー電圧とアクセサリー電圧は多少違いがあるんで、バッテリー電圧の方の管理っていうことで、とりあえず動作は動く OK なので本付け取り回ししていきたいと思います。取り付け完了いたしました。元あった電圧計の場所につけて、でこっちですね、これが一応温度計のセンサーってことで、コードに巻きつけるような形、邪魔にならないような形で取り付けてます。では電源オンということで、まずは電圧計の表示になってます。で
一回一回ボタンを押すごとに切り替わって、35.3 度かよ。暑い一日です今日は。でもう一回押すと時計モードになりますと。で先ほどちょっとマニュアル読んでてあったんですけど、これで長押しをすると最低電圧の部分ですね、ここの設定ができるようです。そうですね、このボタンがちょっと固めなんですけど、まあこんくらい硬い方が操作性間違えたりしなくていいのかもしれないですね。で時計と、この高層のミニ3ちょっと実装してテスト中ですね。今電圧アイドリングで 12.9V、12.8V ぐらい挿してます。でテスターと比較して 0.2V ぐらい低く電圧出てたんで、まあ 13.1 ぐらい、 13V ぐらいはアイドリングでも出てるみたいですね。で切り替えていくと、ああ暑い、今気温が 36.6 度らしいです。でもう一個時計機能で、今13時14分か。まあ一番暑いとこじゃないな、一番暑い時にちょっとテスト走行しに行ってるんですが、なかなかなだるさだ。え、メインは電圧計だからこれ、はい、走行中は 14V 表示してますので 14.12 ぐらい発電してるみたいですね。うん、やっぱりこうアクセサリー電源測ってた時よりは確実に正規の電圧っていうのかな、高めな電圧を示しているような気がしますので、やっぱり電圧測るんだったらバッテリー電圧測っとかないとダメなんでしょうね。まあ実際レギュレーターアクチュエーター壊れる時って言ったら、あれって、まあこのバッテリー電圧、やっぱり走っていってて 15V とか挿すようになったら、ちょっとまたレギュレーターアクチュエーターがやべえっていうことになるのかなと。まあそのための監視用の電圧計で、今までは電圧計はつけてたけども、アクセサリー電圧だったので、ちょっと正規な電圧じゃないっていうのがあったかなと。まあ今回この高層のミニ3ですね、まあ時計と、危ねえなマジ今怖かったなあ、まあそうです、あそうですね、あの高層のミニ3電圧計ついてるけども、アクセサリー電源じゃなくてバッテリーの電圧で測れるようになって、さらに時計機能と温度計の機能がついたっていうことで、だいぶバージョンアップしたのかなという気がします。この前レギュレーターアクチュエーター変えた時もちょっとあったんですけど、書き込みがあったんですけども、同じような配線の処理してるみたいなことを言われてた人もいたし、レギュレーターアクチュエーター壊れ方っていうのが、私もホンダ車乗ってて何回も同じような感じで壊れたりしてたのがあるので、まあやっぱりそういうのが続くんであれば電圧計つけて、さらにバッテリー電圧が測れるような処置をしとかないとかなっていうのが今回のまとめになりますね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画は、今回この高層のミニ3ですね、デジタルメーターをつけてみたんですけども、まあ、ちっちゃくてもとても大事な、私の X4 の今までの履歴からすればとても大事なパーツですね。で今までアクセサリー電源で電圧測ってたのが、直のバッテリーの電源をの電圧を測ることができるようになったっていうことで、だいぶ進歩したかなと。あとは、まあ、温度は置いといて時計ですよね。時計の機能が今まで私の X4 にはなかったので、これがついたっていうことで、とてもちょっといいものを取り付けてみたのかなって思います。今回は短めの動画になっておりますが、またこういうパーツをつけた時にどういう使い勝手がいいかっていうののレポートができればかなと思います。全趣味ハンパチャンネル、まだ登録がお済みでない方は登録の方お願いいたします。それでは、ザシタ。